おはようございます。自民党の参議院議員の西田昌司でございます。ただいまからこの場をお借りいたしまして、朝の街頭デーをさせていただきます。しばらくの間のご清聴よろしくお願い申し上げます。さて、今日は京都の話題についてお話をさせていただきます。7月7日投開票ということで、実は京都市の中京区の市会議員の補欠選挙が始まることになりました。今回の補欠選挙は、昨年の統一地方選挙で当選した、維新の、この市会議員が、突然、先立って、この辞表の届けを市会に出したと。でそれが、認められて補欠選挙ということになったんですけれども、じゃあなぜその辞表を出したのかということについての真相が、あまり定かではないわけです。この健康上の理由という形になっているようでありますけれども、本人がこの重篤な状態になって、この議員活動ができない、そういうような状況ではなかったようであります。したがいまして、健康上の理由というのは辞める理由の一つの言い訳にしているわけでありますが、実際は何で辞めたのかと、そこが実はいろいろな噂が言われてますけれども、我々もその真相がわからない。いずれにいたしましても、今回の選挙といいますのは、この2月の市長選挙で我々が推薦する松井浩二さんが市長になられましたけれども、残念ながらこの市長を立候補された後ですね、我々の自民党の 中の議員が、このそもそも、突然府会議員を自民党の議員が、市長選挙に立候補する、そしてそのお父さんの参議院であった、方も自民党を離党すると。でそれに追随して、その仲間であった自民党の市会議員が自民党を離党するということになってしまいました。自民党にとりましては、わけのわからないうちに党から3人も議員が出ていってしまうと、そういう形になったんですが、結果はその方々は、当選するはずもなく、松井さんが立派な成績で当選をさせていただいたんですが、問題はその後、そういうふうに自民党から離党者が出たために、そもそも市会の第一会派は自民党が持っていたわけでありますけれども、この自民党が議員が離党してしまったために、結局この維新や、その他の政党との統一会派、ここの統一会派との議席数がなくなってしまって、同じ確か今18と18という形で、横並びになっている。この議会の第一会派がどこが取るかということによって、議長やそれぞれの委員会の委員長など、それぞれのこの議席の配分に大きな影響を与えるわけです。そのため、せっかく松井さんが市長になりましたけれども、この市会運営の主導権をしっかりと自民党が握ることができない、そういう状況が続いていたわけです。で逆に言いますと、維新側にとりましては、自分たちの候補者は落選をしたけれども、その落選したというのは、もともとですね、そのパーティーを市長選挙前で、やっていたわけですけれども、そのパーティー自体、実は偽装のパーティーでなかったか、要するにパーティーの実態がないのに、パーティーをやったということで、この政治資金を集めていたのではないか、そういう疑惑が選挙直前に報じられまして、それはとんでもないんじゃないか。今、政治と金の問題で、今日から参議院で実質的な審議が始まると言われてますけれども、そういういわゆるパーティーを国会でやってるような、そういう問題を超えて、もっと根本的な問題をこの維新の推薦していた市長候補は持っていたわけです。パーティーをやっていないのにやったんじゃないのかと、人が全く集まってきていない、パーティー会場に取材に行ったら全く人がいなかった、一体これどういうことかということを書かれて、まともな説明ができなかった。それが非常に大きな影響を受けて、当初この維新の候補者というのは、この松井さんをしのぐ勢いがあるんじゃないかと、そういうことも我々心配していたんですけれども、結果的には
維新の推薦する候補者は、自滅をしてしまったということです。でしかし、その先ほど言いました市長選挙の過程の中で、自民党の議員がこの立候補したことによって、いわゆる市会議員団が1人人数が減ってしまいましたから、結果的には維新と横並びの第一会派になっている。でこれは維新の勢力にとっては非常にもっけの幸いと言いましょうか。市長選挙は負けたけれども、市会のリーダーシップを握ることができると。今も確か予算委員会はですね、この市会の京都市会の方では維新の統一会派が取っている、そういうことになっているわけで、貴重なこの与党の人間と野党の第一会派が同じ議席数というのは、彼らにとっては非常に大きな政治的影響力を与える議席であったわけです。その議席をみすみすですね、この自らこのなくしてしまう、議員辞職をして、そしてもう一度選挙になるわけでありますけれども、もう一旦はこの第一会派というのが彼らの手から落ちるわけですね。でこういうことは普通はそういうメリットのないことはやらないわけであります。でそしてどうしてもこの重篤な病気になっているというのであるならばですね、当然そういうふうに健康上の理由ということで議員辞職をすることもあるかもしれません。でそれはもう病気療養しなければならない、当然仕方ないということになるかもしれませんが、そういう状況であるというふうには我々も聞いていない。普通に、この辞めた方は生活をしているというふうにも伺っています。となると、なんでその自分たちの維新にとっては非常に貴重な一議席をこの放棄することをするのか、ここがよく我々には理解できないわけであります。いろんな噂が出ておりますけれども、これはまずは維新側がしっかりと説明責任を果たす、これ当然のことではないでしょうか。ところがその説明責任が全く果たされないままこの選挙になるんです。でそこで私申し上げたいのは、彼らはいつも何を言っていたかと、そもそもこの選挙も含めですね、このいわゆる議員定数を減らしていく、で選挙もそういう選挙があるとですね、無駄なお金じゃないかと。本来4年の一遍しか選挙やらなくていいものをですよ、昨年やったばかりの選挙をもう一度やらなきゃならない、これでいくらのお金がかかるのか私具体的に知りませんが、まともにこれは京都市の財政そのものに影響を与えるわけですよ。でそういうことをやった原因が、自分たちの議員が辞職したことですが、自分たちのその維新の議員がなんで辞職をしなきゃならないのかと、健康上の理由という一言書いているだけで、実際にはその方が重篤な病気であるということは伺っていません。じゃあなんでこの公金を使って昨年決めたばかりのこの選挙をもう一度やり直す必要があるのか、ここに我々は非常に大きな疑問を感じているわけであります。しかしこの問題はいずれにしましても補欠選挙ということになりましたから、そのことも含めですね、真相は一体何だったのかということも含めて、この7月7日の行われる選挙で我々は追及をしていかなければならないと思っています。そしてこの7月7日のこの選挙にはですね、中井区、去年の統一地方選挙で4票差で落選をしてしまった我々自民党の公認候補であったこの加藤正弘さんという議員がいます。まだ36歳7歳、新進気鋭の、これから自民党のホープだったわけですけれども、残念ながら1年前の統一地方選挙では、わずか4票差で議席をなくしてしまいました。で今回はこの加藤正弘さん、中京区の加藤正弘さんに、もう一度議席を挑戦すべく立候補、この公認を、先ほど京都府連で決めたわけであります。ぜひ皆さん方にも、加藤正弘さんもう一度、チャンスを、このいただいて、昨年の、この雪辱を果たしたいと頑張っておりますので、中京区、京都市中京区にお知り合い、お住まいの方をお知り合いの方がおられましたら、ぜひ今回の補欠選挙に自民党の加藤正弘さんが
昨年の4票差の議席の奪還のために頑張ってるんだと、そのことをぜひ皆さん方にも知らせて、また応援をしてあげていただきたいと思うんです。でいずれにしましても、我々がこの中京区の選挙というのは非常にそういう意味で、京都市の、これから先の議会運営にはものすごく大きな影響を与えます。たった一つの中京区の補欠選挙でありますけれども、この結果が、この松井浩二さんの京都市政、これからしっかりですね、安定的に、この議会運営ができるのかどうか、それが今回の中京区の補欠選挙の結果に委ねられているわけであります。そして我々はそこを何としましても、もう一度この加藤正弘さんに議席を奪還してもらって、京都市会の第一党、自民党の市会議員団が獲得しなければならない、そのための必勝体制を皆さん方に指示をしているわけでありますけれども、しかしなかなか今のこの政治状況というのは自民党にプラスではないと、むしろ逆風が吹いています。しかしことこの中京区の補欠選挙のことに関して言いますと、全く我々はこれむしろ説明責任を果たしていかなきゃならないのは維新の側だと思っています。彼らが言ってきたこと、やってきたこと、小さな政府、無駄をなくしていく、そういうことを盛んに言ってきた本人がですね、昨年市長選挙をやったばかりのその結果の出たその中京区の選挙で、なんでわざわざ維新の現職の議員が辞職をしなければならないな、ならなくなったのか、そしてそのために大きな税金をたくさん使ってもう一度市長選挙を中京区でやらなきゃならない。でこれは我々にとってはもちろんチャンスではあります。しかし維新はなんでじゃあわざわざ大きな税金を使ってまで一人のこの昨年受かったばかりの議員を辞めさせなきゃならなかったのかということです。辞める理由が全く我々には見当がつかない、そこが非常に大きな政治不信そのものじゃないでしょうか。今までですね、維新が言ってきたことというのは身を切る改革ですよ、そして、そのために立候補してきた若い人がいっぱいいますけれども、ほとんど政治については、経験のない方が、政治に志を持って立候補されてきた。それが、この市民から受けてですね、彼らは議席を伸ばしてきたわけです。中京区の候補者もそういう背景で当選してきたわけであります。ところがそれが1年も経って、1年経ったところでですね、もう突然辞めてしまう。そして、その後、選挙をやる。でそしてですね、そのことについて何で辞めるのか、健康上の理由というけれども、そんな重篤な状況があったのかという説明も全くない。それよりも、我々はその辞めることによってそもそも大きな、この京都市の税金を使っていく。で彼らが言ってきたことと全く逆のことを平気でやってるんだけれども、そうしなきゃならなかった、じゃあ理由が何なのか、そこをこれは京都市民に説明すべきではないでしょうか。その説明なしにですね、自分たちが、この辞めた後もう一度また違う人を出すということらしいです。で本来ですね、この選挙で彼らが維新が辞任したことにやった、行われる選挙でその議席をもう一度得るために出すことは分かります。それならなおさらのことですね、なんで議員を交代させなきゃならなかったのか、実はそこが一番の争点なんですよ。いやそこの説明をしないままに、改革改革といって選挙をやって京都市民をたぶらかすようなことであるならば、これはとんでもない話であります。ところがなかなかこのことについてこの新聞やマスコミなど地元のそういう記者の方々もいろんな噂は口にしているけれども、明確なことが報道されていません。でそんな中で今言いましたように7月7日にこのいわゆる、中京区の市会の補欠選挙が行われるわけです。これでは私は京都市民納得いかないんじゃないでしょうか。この維新政治の本質的な問題に迫る今回はこの補欠選挙だけにですね、しっかりと我々はここを追及していかなきゃならないと思っています。そしてその最先端で頑張っているのが加藤正弘君、加藤正弘、この元京都市会議員で
昨年の選挙で4票差で落選をしてしまいましたけれども、もう一度原点に戻ってしっかりと地元の方々にお話をして、もう一度自分にチャンスを与えてもらいたい、このせっかく松井市長が当選させていただいたのに、この松井さんの、バックアップをする、自民党が今第一党が横並びで単独の第一党から滑り落ちてしまって、まあ、その原因がですね、まさに、この選挙をめぐる自民党の議員の離党にあったわけでありますけれども、ここのところもですね、しっかりと、やってもらわなきゃならないと思っています。そして、今回のこの市長選挙をめぐってですね、今市長選挙と申しますか、補欠選挙をめぐって、様々な問題で申し上げましたけれども、もう一つ私は今回の選挙で気になっていることがあります。まあ、それはこの統一関連を組ましているその中心人物が皆さんご存知の前原誠司さんです。京都市の、この第二選挙区2区からですね、立候補されている、まあ、ベテランの今、民主党から教育を保障化する会ですか、まあ、自身と統一関連を組んでおられる、この方が、この京都市会においても維新や京都党、それから国民民主党と統一会派を作れという形で、まあ、統一会派を組んでるわけです。そしてこの方がですね、今、同じ統一会派のメンバーになった、この滋賀県の片さんという元知事さんですね、この知事さんと一緒になって先日、この維新の中で、この北陸新幹線、これが米原ルートが優位性があるということを確認したということが新聞報道でありました。で、私は全くこの人が何を言ってるのかなということで驚いたんですけれども、要するに、加田さんという知事さんと一緒になって敦賀からもう敦賀にいわゆる、北陸新幹線できました。それを我々のこの正式に決まっている政府の計画はそこから小浜に行って、それから京都に入ってきて、そして南に行って松井山手、京田辺から、それから新大阪に行く、まあ、こういう、京都府の、南北に通っていくルートを、我々は選定しているわけです。で、確かに距離は長いです。しかしこの北陸新幹線の小浜京都ルート、これが出来上がると何が起こるかと、これは今までずっと言われていた京都の南北に長い丹後地方と京都との、接続、これは今京都縦貫自動車道というのもようやくできてまいりましたが、まだこれはいわゆる、対面通行の区間もたくさんあります。このフルスペックの高速道路にはなっていないわけで、なかなか時間距離というのはですね、縮まらないわけです。で、しかしここに小浜ルートができた後、そこから山陰新幹線というのがこれできてくると、間違いなく京都縦貫新幹線になるわけなんです。で、京都にとっても、京都府京都市にとりましても、これはまさに100年の計になる大きな計画なんです。で、それを実現するためにですね、我々小浜ルートをこの推奨してきたわけで、ようやくそれが、これからですね、本格的に、市民に前に示してやっていこうという時にですね、今さら米原ルートと言ってますけれども、前原さんは米原ルートの利便性、距離が短いし、このいわゆる、建設工事費もずっと安いと、そのことを、まあ、優位性があるということで根拠にされているようですけれども、確かに小浜と小浜ではない敦賀から米原というのは距離は圧倒的に短いです。さらに短いですから工事費も、少なくできるでしょう。しかしそのことによって一体何の経済的な意味、利便性が上がるのかということについて全く検証していないわけですね。で、実は我々も米原ルートというのはですね、もう当の昔に、検証しております。そしてそれがなぜ選ばれなかったのかというと、仕掛けは確かに米原から、この敦賀行く方が、小浜京都、敦賀から行って京都に入るよりもですね、早くできそうに見えるんです。建設工事も安いように見えます。しかし小浜、
敦賀から米原に新幹線をつないだとしてもですね、その後東海道新幹線の米原駅があるから、そこからこの東海道新幹線に入って、京都大阪に来たらいいんじゃないかというのが彼らの思惑なんですけれども、それが全くできないんです。不可能なんですね。なんで不可能かというと、いろんな理由ありますけれども、まずは根本的にですね、そもそも東海道新幹線っていうのはもう他の新幹線とは違い、5本に1本ぐらいの電車が通ってるわけです。要するにこの東海道新幹線としてのキャパシティはもう筒いっぱいにまでなって、ここに列車の本数をあと1時間に何本も増やすということ自体ですね、そもそもキャパシティとして無理なんですね。 ですから、その直接の乗り入れしようと思ってもそういうキャパシティの問題があります。でしかしそういうキャパシティだけではなくてですね、そもそも北陸新幹線のこの運行しているこのルール、方法と東海道新幹線の運行しているルール、ソフトウェアも含めてこの仕組みが全く違うわけです。特に脱線防止装置というのが新幹線にもついています。レールの幅はいわゆる標準機、1メートルちょっとの広いレールで両方とも作ってますけれども、そのレールにどこに脱線防止用の装置がついているか、つまり列車の車軸とそれから車輪とレールとの関係が東海道新幹線と北陸新幹線とでは根本的に違います。ですから乗り入れがそもそもそのためにできない。さらにはそもそも信号システムなどの列車を運行するソフトウェアが、これが東海とこの運行している西日本とでは違うことになっていますから、これも直さなきゃならない。でそれはどちらにしましてもですね、莫大な費用がかかるだけでなくて、そもそもそれはしないんです、できないんです。なぜかというと、もしそういうことで乗り入れが可能になったとしてもですね、もともとが先ほど言いましたようにキャパシティ不足のために乗り入れができないんです。ということは結局は新幹線は米原で乗り換えという選択しか選べないんですね。でそうすると今米原新幹線で敦賀から米原まで、もしもですね行きましても、そこで乗り換えをすると、で乗り換えをする東海道新幹線の米原駅で一体何本の電車が走っているかというと、ほとんど通過です。1時間に2本ほど上下、このボタマと光があるだけですね。つまりは要するに30分に1本しか止まらないわけです。でそこに敦賀から新幹線で米原まで来ましても、要するに最大30分近く待たないと乗り換えができない、まあ、少なくても15分ほど待たなきゃ乗り換えができないということになってきますね。でそうすると今でもサンダーバードは、まあ、京都駅大阪駅からこの北西線通って敦賀まで行きます。でそこで北陸新幹線と乗り換えているわけでありまして、結局米原で乗り換えるか、それとも、この敦賀で今までのように乗り換えているかという同じ乗り換えを絶対しなくてはならないし、そもそもその接続の時間を考えてみると、サンダーバードで敦賀まで行って、乗り換え時間、短い乗り換え時間で北陸新幹線に行く方が早くなるんです。米原で東海道新幹線に乗って米原で乗り換えるよりも、実は敦賀でサンダーバードで乗り換える方が、早い、ほとんど時間差がないという、まあ、経済的効果、利益が全く出ないという現実があるわけです。でさらにもう一つ大きな問題は、サンダーバードは特急ですけれども、東海道新幹線はまた別料金ですよ。高いわけです。つまり高いお金を払ってこの乗り換えをして米原で乗り換えても、結果は今のサンダーバードの方が安くて同じ時間で金沢まで行けるというなら、これ市民はどちらの方を選ぶでしょうか。これも考えるまでもなく、それは米原ルートって全く無駄な話じゃないかということになるわけです。でさらに問題はですね、この米原ルートをしようと思うと、当然のことながら今整備新幹線ですから、地元沿線自治体がお金を払わなきゃならない。地元沿線というのは滋賀県そのものです。敦賀から米原の沿線というのはほとんどが滋賀県の区域です。
で滋賀県にとりましてはそういう経済的効果が全く出ないもののためにお金を工事代金の半分を負担しなきゃならないという経済的負担を強いられるわけで、当然滋賀県はこの案について反対をするわけです。ですから今の三日月、滋賀県知事さん、先日北陸新幹線の促進の大会に、東京まで来られてました。でそこで明確に滋賀県の三日月知事がお話になっていたのは、我々は、前原ルートで突然言われてるけど全くこれは反対だと、絶対に小浜ルートがないと困ると、そういう発言をしているわけです。ですからこれはもう地元の知事が完全に全く反対してるんですから、これはもう新幹線の、いわゆる、着工するご条件の一番大きな一つが初めからダメという話になってますし、それからもう一つ大きいのは JR 側の意向ですね。 JR 東海がこれをやってくれというかというと、これも絶対ノーなんです。それは先ほど言いましたように、要するに全く小浜ルートではなくて米原ルートになったらですね、京都大阪までの接続時間は今のスタンダーバードと変わらない。でそれは全く意味がないわけですね。利便性向上しないわけですよ。お金をかけるのに利便性は向上しない、こんなことありえないわけですね。ですからそういうことが、分かっていますから、この JR も滋賀県の知事も反対なんです。でそういうことを全く知ってるのか知らないのか知りませんけれども、元滋賀県知事であった加田さんと、そして、統一会派を組もうとやっているこの前原さんとの間でですね、盛んに、この米原ルートが優位性があるなんて言ってますけれども、一体何を根拠に言ってるのかと全く私には、理解できないというよりも、まあ失礼ですけれども、まあ、現実を全くご存知でない勉強不足であるとしか言いようがありません。特に滋賀県の加田さんは元知事をやってきた人でしてね、でこの人はそもそも新幹線大反対していたわけですよ。確か草津あたりにですね、新幹線の駅を作ろうと、そう誘致をして土地も、随分用意をされてきたわけですね。ところが加田さんになって新幹線やっても意味がないというので、新幹線の駅を、この拒否をしたんですよ。それはその意見もわかります。この草津あたりに新幹線の駅ができても一体何本止まれるのか、先ほどの米原と同じようにありますし、そもそも草津から京都まで新快速で20分もあれば来ちゃうわけでありますからね、わざわざ新幹線がいるのか、そういう意見も当然あるでしょう。ですからそれはそれで私は加田さんの意見分かるわけですけれども、そういうことを言っていた加田さんがなんで今米原ルートがいいというようなことを言ってるのはですね、まさに自分が今まで言ってきた言動と全く一致しないじゃないかと、また私はその部分についても非常に呆れてしまっているわけです。で結果的に私申し上げたいのは、米原ルートというのはですから真面目に議論して精査をすれば絶対に、そのルートがいいなんてことは言えない。ちょっと調べればこの小浜ルートの方が何百倍も経済的な意味も、あるということが分かるわけですが、にもかかわらずこういうことを言っているのはなぜかということはですね、要するにこれは有権者向けに自分たちが言っている米原ルート、表面上は短くて早くできるというふうに見えますからね、素人目には見える、そのルートを掲げて選挙をすることによって、この自分たちの勢力を増やしていく、まさに有権者に対する選挙向けの私は公約で、実際には全くできない、こういうことを彼らは言ってるに過ぎないと思うんです。で先ほど言った首相選挙で自民党を離党した方もですね、同じようなことを言っています。全く同じことを言ってますから、ひょっとして彼らは競合してですね、協力しながらそういうことを広めてるのかもしれませんけれども、これは全く意味がないと。でそういうことを喧伝するのであるならば、まずやらなきゃならないのは、なんで維新の候補者が昨年当選したのにいきなり健康上の理由だと言ってですね、議員を辞める、そして辞めた後ですね、補欠選挙に自ら出て、そしてそのためにですね、補欠選挙でこれ何百万何千万か知りませんけれども、京都市の税金が使われるわけですよ。今まで無駄削減だと言ってきたその党の本人、その政党がですね、補欠選挙をやる明確な理由も
健康上の理由だというだけで説明せずにですね、そして無駄な税金をわざわざかけるわけですよ。なんでなんでしょうか。まあ、そこを彼らはまずですね、市民に私は説明すべきだと、そのことを何度も皆さん方にもこれ訴えたいと思います。そしていずれにしましても結果的に我々は中条区では加藤正浩君を公認候補と決めましたので、ぜひそうした維新の間違った説明責任果たしていない、そういうことも含めてしっかりと加藤正浩君に皆さん方のご支援を集めて、何とかしましても何としましても松井市長を支える与党第一会派、我々自民党がもう一度奪還できますように、松井市政が安定して運営できますように、加藤正浩君にご支援賜りますことをお願い申し上げまして、私の街頭からの訴え終わらせていただきます。今日もご清聴いただきましてありがとうございました。